皆さん、こんにちは。デスクワークやスマホの使いすぎで肩凝っていませんか？肩こりには姿勢が大きく左右すると言われています。今日はお家でできるセルフケアをご紹介していきたいと思います。では早速一緒に始めていきましょう。肩こりの大きな原因は首の後部から肩と背中に広がる僧帽筋が猫背や巻き肩などの姿勢の悪さにより血流が悪化して、僧帽筋自体が衰え、首肩周りの老廃物が蓄積され痛みなどの不調に現れます。肩甲骨周りをストレッチすることで背面の筋肉をほぐしていきましょう。まずは大胸筋、胸の筋肉を広げてストレッチしていきましょう。ゆっくりと肩を回します。前から後ろへ、ゆっくり息を吸って吐いて3回回します。次に肩の上げ下げ、ストーン、ゆっくり息を吸ってストーン。これも3回。次に首を左へ倒して右の手を斜め後ろへ引いて上げ下げをしていきます。この時大事なのは右の肩を広げることです。ゆっくりと呼吸をしながら10回、首を斜め下へ向けてさらに後ろに手を引いたりしていくと気持ちいいところが変わってきます。自分の気持ちいいところで上げ下げをゆっくり10回していきましょう。今度は反対、大事なのは肩を中に入れないでゆっくりと後ろへ引き上げることです。次に広背筋をほぐしていきましょう。広背筋とは背中から腰、腕へと広がっている大きな筋肉です。主に肩甲骨を寄せる筋肉です。広背筋を鍛えることで姿勢が良くなり疲れにくい体になります。くっつけてこれを上下へと上げ下ろしします。次に背中の後ろで手を握って上下に上げ下げ、これも10回します。ぐーっと肩甲骨を寄せる感じです。呼吸を忘れずにゆっくりと自分の上がるところまででいいです。次に肩前面の筋肉と後ろの筋肉のバランスを整えていきます。胸を広げることを意識して背中を伸ばし肘を後ろへ引いて戻すを繰り返しましょう。上に肘を上げてこのまま肩甲骨を後ろで寄せます。これを10回繰り返します。肘を上げて後ろで肩甲骨を寄せる。はい、10回終わったら今度は手を横に広げてこれを後ろに引いていきます。息を吸って吐いて、これも10回繰り返します。後ろに肘を引っ張る感じです。次に股関節のストレッチです。
なぜ肩こりと股関節と思うかもしれませんが、人は歩くときに腕と足と交互に出ますよね。その歩行を支えているのが肩甲骨周辺と股関節の筋肉です。股関節も一緒にほぐすことで全身の筋肉をしっかりとほぐしていきます。ではまっすぐ立ちます。右の足を内ももに乗せて、この時股関節をしっかりほぐ開いていきます。右手を腰に添えて左手を肩、ゆっくりと肘を上へ上げて後ろに回していきます。息を吸って吐いて回す。この時意識するのが肩甲骨を引っ張り上げる感じです。ゆっくり後ろへ回して、この時肩甲骨を寄せます。上げて肩甲骨を内側へ寄せる。だんだんと足が前に入ってきちゃいますので、気をつけてゆっくりとここを開いていきます。開きながら肩甲骨も回す。これを左右行っていきます。次に今開いた股関節をストレッチしていきましょう。立ち上がって少し膝を曲げて股関節を柔らかく屈伸します。これで手を回していきます。左右の手、右手を前、左手を後ろ、交互に回していきます。この時屈伸して柔らかく股関節をストレッチしていきます。これも10回。はい、最後に今度は股関節をゆっくり広げていきましょう。足を左右に広げてストレッチです。肘をずっと伸ばしてこのまま倒していきます。息をゆっくり吐いて左右交互に行います。肩甲骨を上げて、上げたままゆっくり無理のない範囲で伸ばしていきましょう。はい、終了です。はい、これで終了です。いかがでしたか？日常のケアでまずこの3つを取り入れてみてください。大胸筋、前の筋肉を広げる、肩甲骨を寄せる、そして股関節をストレッチし、前と後ろの筋肉のバランスを整える。これを少しずつでも取り入れることで、背中の後ろでこんな風に手をかわせたり、手を握ったり、そして股関節をストレッチしながら肩を広げる、後ろ足で引っ張るようにして前の筋肉を広げます。で、肩甲骨を寄せて手を握る。この時股関節が前に倒れないように、こんなポーズもお風呂上がりに挑戦してみてください。毎日少しずつケアすることで肩こりのない生活を目指しましょう。お疲れ様でした。肩こりが辛いんです。何のコースがいいですか？肩こりが辛いようでしたら、お背中をアロママッサージでほぐすのがおすすめですね。今日はこちらのオイルを使用してマッサージしていきますね。そしてお時間があるときは、自分ではほぐしきれない部分を私たちがしっかりとほぐさせていただきたいと思います。お体に合ったアロマオイルで腰から肩甲骨周りをゆったりとほぐしていきます。最後までご覧いただきありがとうございます。
お疲れが溜まったお体をしっかり私たちスタッフがほぐさせていただきます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、フォローよろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。